してないよ、すごい。大丈夫？あ、手が入っちゃった。似ちゃったね。あ、まだ飲んでる。うん、おいしい？めっちゃ吸われてるんだけど、めっちゃ飲んでる。うわ、それマミーのパイパイ拭いたやつだよ。拭いてないよ、すごい。大丈夫？あ、手が入っちゃった。似ちゃったね。あ、まだ飲んでる。ママがさ、忙しい時とかいいよね。いい、こうやって、うん、今すごい忙しかったじゃん。そうなの。いや、まだキッチンにいるのよ。今揚げ物してるから。そうだよね。その時にギャーギャーすごい泣いててさ、あ、こういう時いいよね、おっぱい交換できる。すごくいい。行くってもう行くよ。いいよ。撮っていいよ。いいよ、もう。どうも、はい。ちょっと近くで撮って。あ、どうも。あれ？ボタンや。十分でしょ。わわわわ。雨。雨だ。ちょっと危ないよ。これはどれなりなんあるなん。そっか、うん。でも赤ちゃん危ないからさ。危ないごま。危ないよ。はいはいはい、危ない。今マミーなんかミートソース作ってる。今ね、モモアがね、彼氏募集中になってるってモモアのダディに言ったんですね。まあ夫に。でそしたら、彼氏募集中って何って言われて、この光景見て彼氏募集中で伝わる人いる？私の同い年とか伝わるかな、わかんない。場所によっても違うからあれだろうけど、伝わる人いる？この光景で彼氏募集中ってわかるよね。モモは注目して、わからないかな。彼氏募集中になってるよ、モモは。これで伝わる人は伝わるんだけどね。うわー、なってるって。小学生ぐらいの時から流行ってました。私はいける。もんはかわいいね。カレボンになってるよ。そう、正解はフードでした。フードはこうやって裏になってる、こういう裏側になってると彼氏募集中つって、カレボンになってるから直してなんてみんな小学生ながらにみんな言ってましたね。はい、直った、直ったよ。ももちゃん、ももはおっぱい終わりにしてください。マミ苦しいよ、ここが。ももは、ね、しかもご飯食べた後だから、そぼろか何かついてるでしょ絶対。ももちゃん、おっぱい終わりにしましょう。マミ超苦しいんだけど。ももちゃん、10ヶ月のももちゃん、おっぱい終わった？なんか傷ついちゃったね、そこ。カゴが落ちてきてね、落ちてきてとか軽いカゴなんだけど。また飲むんですか？そうやって飲んでんだ、もう待って。
幸せそうですね、ももさんさん。幸せそうですね。こうやって飲んでまーす。あー、嘘。涙つぶれてるよ。うん、おいしい？うわー。おっぱいの飲み方やばくない？これ。
ていうか、分かった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 、はい、何や、はい、楽しかった、今日は。